矢田部敦と佐々木千秋のファントレタイム。こんばんは。マーケティングコンサルタントの矢田部敦です。皆さん、今回もよろしくお願いいたします。女優の佐々木千秋です。さあ、街はですね、はい、すっかりバレンタインデーに向けて盛り上がっておりますが、あと2日後ですがね、はい、ラジオを聞きの皆さんの周りいかがですか？義理チョコの廃止とか、あと友チョコ、ね、お友達にチョコレートをプレゼントするなんてね、はい、どんどんバレンタインの目的と申しますか、その趣旨も時代とともに様変わりしてきてると思うんですけれども、はい、マーケティングのお仕事に携わってらっしゃる矢田部さんの立場から、はい、最近のバレンタイン商戦っていうんですかね、バレンタインについてのトレンド、ご存知でしたら少しお話しいただければと思うんですけれども、はい、ありがとうございます。まさにですね、はい、バレンタイン、もともとは女性がね、愛情を持って男性にチョコレートをプレゼントするということでですね、流行ってきたというところがありますが、実はですね2017年まではこの市場ってどんどん拡大していったんですね。はい、あ、そうなんですね。はい、ただ2018年から縮小して、逆にですねちょっと小さくなってきてしまったと。はい、そこでですね、はい、やはり人って飽きるものなので、常にこう新しい新鮮なものをしたいという気持ちがあるので、はい、あえてそれをこう男性に渡すものではなくて、友達に渡すものとか、家族に渡すもの、あとは自分のご褒美のために自分に渡すものとして、企業の方もですね告知をした結果、そういうね新しいトレンドを生むことができて、またねこうバレンタインで盛り上がってきたなと。そうなんですね。まさにマーケティング戦略がしっかりね入っているんじゃないかなと思います。なるほどね。はい、ちなみに矢田部さん、はい、お嬢さんいらっしゃると思うんですけれども、はい、バレンタイン事情いかがですか？はい、気になると思いますけど、お父さんとして、はい、娘はですね、今3歳と6歳ですけど、やっぱりこうバレンタインデーになると、はい、こうチョコレートをですねお母さんと一緒に作るんですね。でチョコレートの、ケーキとかねチョコレートを作って僕にくれるんですけど、多分おそらくまだバレンタインデーっていうのはチョコレートが食べられる日、もしくは作れる日という認識なのかなと思っております。はい、まだね。あ、ちょっとね、まだね。っていうのはまだ言ってないですけど、ちょっとドキドキしますね。そうですよね。いずれね、そういう日が来るかもしれませんね。来ちゃうかもしれませんね。はい。ということで、皆様バレンタインね、楽しんでお過ごしいただければと思います。はい。さて、このファントレタイムはですね、ファン。つまり楽しいことをトレード、みんなで交換したり共有していこうよというコンセプトが元になっている番組です。はい、まずは今お話しいただきましたこの番組ファントレタイムのメインパーソナリティ矢田部敦さんの略歴をご紹介させていただきます。矢田部敦さんは栃木県のご出身で、東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職された後、ファントレ株式会社を創立され、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で他業種約300社以上のコンサルティングに携わられ、現在は美容院、保育園経営なども手掛けられ、今コンサルティング業界では注目を集めている若い社長さんのお一人です。ありがとうございます。はい、そしてですね、お忙しい中、お二人のお嬢さんの保育園の通園をはじめ、イクメン社長としてですね、奮闘中でいらっしゃいます。ありがとうございます。そして私、佐々木千秋は今年の秋公開予定の映画「ラストソングは」で主演させていただきましたほか、現在ドラマや映画 CM をはじめ、ここ市川うらら FM さんで「言霊アラカルト愛され召し上がれ」でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。こんな2人で進めてまいりますが、今回最初のコーナーはトレンド準備室のコーナー。このコーナーは今後広く一般的に活用されたり、ムーブメントが起こりそうな商品や商材、システムなどについて、矢田部さん独自のニュースソースなどからの情報収集に基づいてご紹介いただくコーナーです。さて、今回ご紹介いただけるのはどういったものでしょうか？はい、本日はですね、はい、新しいトレンドとして、今複数の収入源を、持つことが一般的になっているというお話をさせていただきたいと思います。ほう、はい、副業みたいなことですかね。はい、まさに副業もその中の一つかなと。ああ、なるほど。はい、あるんですが、おっしゃったように今までの一般的な観点から考えますと、会社から給料をいただくと。はい、もしくはアルバイト先から給料をもらうっていうことで、収入源ってね、そういう働いてもらうっていうのが一般的だったと思います。はいはい、ただですね、今の時代は例えば自分の好きなこととか、はい、趣味とか、はい、自分で作ったものを販売したり、提供したりしてお金を得れる、収入を得られるというね、そういった環境が整っている時代になりました。そうなんですね。なので続々とですね、はい、そういった収入源を得られるような個人が、はい、自分の好きなことで収入源を得られるような、そういった環境を作るサービスが、そんなサービスがあるんですね。はい、どんどん生まれてきております。はい。例えばですね、はい、自分がですね、例えば記事を書くのが得意だったりするとですね、はい、記事を書いてほしい企業さんがいたとして、その個人の方に対して直接依頼ができる場所があるんですね。はい、こちらクラウドワークスとか、ランサーズという会社がですね、ものすごく伸びているんですけど、クラウド上で、つまりクラウド上と言いますと、自宅にいながらだったり、はい、もしくは自分の好きな場所にいながら企業さんからお仕事をいただいて、はい、自分の得意なことで報酬を得られると。はあ、そんなことができるんですね。はい、そういったものもありますし、あとクリエイターさんがですね、はい、クリエイターになりたい人とか、写真を撮るのが好きな人とか、はい、自分でね、何か音楽を制作している方々がですね、その自分で作ったものをこう投稿していくサイトがあります。はい、はい、これノートというんですけど、ノート NOTE と書いてノートですね。ノート、はい。こちらのサイトではですね、はい、クリエイターさん、自分がクリエイターさんとして、そういったいろんなものを投稿してですね、で気に入ってくれた方がそれをダウンロードをしたりするんですけど、はい、その時にですね、有料にすることができるんですね。はい、なので、欲しい人がいたらそれを有料で提供して報酬をいただけるということで。はあ、そうなんですね。こちらも今ものすごく人気になってきております。あ、そういや、これはね、全然やっぱり分からなかったです。ありがとうございます。うん、私もね、写真を撮ったりするんで、もうこんなね、サービスがあるなんて知らなかったんで、はい、ぜひちょっとね、やってみたいなと思いましたけれども。そうですね。はい、まさにね、自分の好きとか趣味とか、そういったことをですね、一つのこの収入源にして、はい、会社で働くだけではなくてですね、そういったところから新しい収入を得られるライフスタイルがね、一般的になりつつあります。それはね、もう本当に結構自分の得意分野なところって、お仕事をする上でこうね、出せないっていう、そうですよね、悩みなんか持ってらっしゃる方も多いなっていうふうに感じていたんで、それでお金が得られるなんてって思う方もね、そうですよね、いらっしゃると思いますけどね。でもね、こういうふうにいろんな自分の得意分野を生かせるっていうのは、やっぱりこう楽しいですよね。楽しいですよね。素敵なライフスタイルだと思いますね。そうなんですよね。ぜひね、こう皆さんもご自身の得意分野などありましたら、こういったサイトの方をね、チェックしていただいて、はい、投稿とね、していただけたらいいかなと思います。はい、ありがとうございます。いかがだったでしょうか。このコーナー冒頭でもお伝えいたしました通り、ここでクローズアップしていただいたものが今後トレンドになっていけば、まさに準備室だと思っております。以上、トレンド準備室のコーナーでした。音楽玉手箱のコーナー、続いてのコーナーは音楽玉手箱。このコーナーは同世代の私と矢田部さんが自分たちの青春というか、今でも熱く自分たちの心に、思い出に強く刻まれている楽曲について、我々の独断と偏見、そして当時の思い出などをご紹介させていただくコーナーです。今回は矢田部さんに玉手箱の下、レイクさんの100万回の I Love You という楽曲をお持ちいただきました。はい、はい、ラブソングですね。そうですね。はい。実はですね、はい、この100万回の I Love You という曲なんですけど、はい、恥ずかしながら私、自分の結婚式で、はい、奥さんにですね、向かって歌った歌なんですね。自分の結婚式で自分の結婚式で新郎がね、新婦に向かって歌うって、ちょっと恥ずかしいところもありますけど、はい、歌った曲でして、すごく思い入れが深いんですけど、はい、はい、これはですね、実は高校時代にちょっと遡るんですけど、はい、高校時代に仲良かった4人組が僕を含めてですね、はい、友達がいまして、はい、でみんな音楽が好きでピアノやってたりギターやってたりドラムやってたりということで、はいまあ仲は良かったんですけど、やっぱりですねその高校時代は一緒にこうギター持ち合ったり楽器持ち合ったりして、はい、まあ弾いてですね楽しんでたりしたんですけど、はい、やっぱり大学に上がる時に、はいみんなそれぞれの道に進むのでバラバラになっちゃったんですね。寂しいですよね。はい、はい、ちょっと寂しくて、はい、まあ僕もね東京の方に来たし、はい、四国に行ったり静岡に行ったり長野に行ったりということで、なかなかですねみんな楽器を持ち合って、まあ弾くなんてことが、ね、確かになくなってしまったわけなんですね。はい、そんな中でまあ僕の結婚が決まりまして、はい、結婚式にもちろん友達をこう呼んでね、で実はなんかやりたいんだと相談したんですね。はい、はい、なんか面白いサプライズとかやりたいんだと。そしたらですね、はい、まあその友達がもうあっちゃんのためならやるよっていうことですね。はい。でその当時やっぱりこう一緒にね音楽やってたのが今でも覚えているので、じゃあ何か一曲弾いて、うんサプライズしちゃおうと。はい。もう本当に内緒でね。新婦には内緒で、まあ練習をしてですね、はい、やるわけなんですけど。問題はですね、離れてるんですね、みんなね、日本中に。そうですよね、いろんな場所に行ってしまってるので、音楽をね、合わせようとしても、こう合わせるチャンスがないんで。確かに。そうですね。そして、そこでですね、僕らが考えたのは、当時、やっぱりスカイプとか。そういう、こう、テレビ電話のようなものですね、が、発達してきた頃だったので。みんなそれぞれが、カラオケに。自分の地域のカラオケに行ってですね、はい、そのカラオケからみんなテレビ電話つなげて、でみんなで合わせてセッションするっていうことをですね、はい、練習でやっておりました。すごい。なかなかのこう新しい。かっこいいですね。練習の仕方が。そうするとですね、まあやっぱりこう。通信状況のこう速さとか遅さによってですね、はい、ちょっとずつずれていくんですね。どうしてもこれは。セッションなのにですねもうぴったり合わさらないので、最終的に自分の音だけ聞いてみんなやるんですけど、はい、どうしてもね曲が、まあ、1曲弾き終えた後にですね、はい、みんな終わり方がずれてるんですね。順番に終わるんですね。これ大丈夫なのかなみたいな。電波状況の関係でね。電波状況の関係でなので、はい、実はですねまあなかなかこう合ってるかどうかわからないままずっとこう2ヶ月3ヶ月ってね、そんなに長い期間もうしっかりびっちり練習をして、はい、でたまにですね東京に誰かが来るとですね、じゃあちょっと一緒に合わせようよってことで、はい、なかなかねまあそんなスタジオを借りることもできないので、上野の公園とか。もう本当に港区の公園とかでですね朝一緒に歌ったり弾いたりして、あらまあちょっと練習して。よしいけるよとか言いながらですね、当日を迎えるわけです。はい。はい。当日はですね、もう当日一緒に弾くのが初めてなので。わあ、緊張する。緊張しましたね。これどうしよう、サプライズなので、まあ奥さんも全くこれについては知らなくてですね。これが本当にもう全然バラバラで合わなかったら、結婚式も台無しですし、まあ新郎がまあ何やってるんだってことにもなってしまうのでですね。まあなかなかそこら辺のねドキドキはしたんですけど、バチッと当日会いまして、はい、もうバチッと当日会いまして、もう皆さんね拍手していただいて、奥さんもね感動していただいて。それでですねまあ本当に久しぶりにみんなで集まってこういうふうにね、一緒にできたのはすごく良かったなということをですね感じております。いやーそれ結構ね嬉しかったでしょうね、はい、奥様。嬉しかったですね。でその時の状況をですね、まあやっぱ動画で撮って、はい、動画で撮っておいたので、まあこれはいい記念だと思ってね YouTube に上げといたんですね。これはまあ本当に結婚式余興みたいな感じで、はい、YouTube に上げといて、はい、久しぶりにですね、はい、まあ何年か経ったぐらいで久しぶりに見たら、はい、ものすごい再生回数になってて、すごい、はい、もうコメントの方にも感動しますとかですね入れていただいてですね、すごくこう嬉しい思い出がありますね。じゃあもしかしたらこう結婚式の余興っていうのを探してる方が、ね、矢田部さんのこのセッションを見たことある方がねいらっしゃるかもしれないですよね。ぜひ。まあちょっと恥ずかしいので見つけないでいただいてもあれなんですけど、そういうことなんですね。まあ青春時代、そしてまたこうね皆さんで集まって、ね、第二の青春じゃないですけど、はい、そうですね、そういう思い出もね振り返られるようなそんな楽曲なんですね。そうなんですね、すごく思い入れの深い楽曲でした。改めましてこの番組ファントレタイム担当は矢田部敦と佐々木千秋でお送りしております。続いてのコーナーはこんなところにサクセスの種。このコーナーは矢田部さんの会社ファントレ株式会社さんがコンサルティングを手掛けてこられたいろいろな成功例などについてリポートしていただくコーナーです、はい、今回はどういった業種の会社様のケースについてご紹介いただけるんでしょうか。はい、今回はですね、はい、ある化粧品会社さんのですね、はい、化粧品会社さんの社内インフルエンサーという施策で、はい、大成功したというお話をさせていただきたいと思います。社内インフルエンサー、はい、社内インフルエンサーですね。はい、はい、佐々木さん、インフルエンサーというのはご存知ですか。はい、インフルエンサーという言葉、はい、はい、知っておりますよ。はい、はい、ありがとうございます。まさにですね、はい、皆さんもちょっと最近聞いたことあると思うんですけど、インフルエンサーさんというのはですね、はい、例えば SNS で、自分の Facebook とか Instagram で、はい、人気になって影響力を持っている人のことを言います。はい、はい、企業さんはですね、そういうインフルエンサーの方、SNS で人気の方に、例えばね、自社の製品の PR をお願いしたり、はい、自社の製品の宣伝をお願いしたりして、逆にインフルエンサーさんはそれで広告費を受け取るというね、はい、はい、そういったことがですね、一般的に今なってきてます。そうですよね。はい。で、そんな中でですね、化粧品会社さんなんですけど、はい、化粧品会社さんはですね、自社の製品をもうアピールするために、はい、もちろんインフルエンサーさんにお願いしてますし、あらゆる広告をもう打っていたんですね。雑誌とか、それこそね、新聞とか、インターネットでね、広告とか、はい、インスタグラムへ広告を出すとかですね、もうあらゆる広告をやり尽くして、はい、でもうしっかりね、そこから売り上げを出すんですけど、これ以上はもう広告費をかけられないと、はい、もしくはもう出すところがないというような状況でご相談をいただきました。はい、そんな状態、なるほど、売り上げを上げたいんだけど、もうこれ以上ですね、やる施策が今のところ思いつかないんですということでですね、ご相談をいただきまして、じゃあ新しいね、ことをしようということで考えた時にですね、私がここで着目したのは、その会社さん、化粧品会社さんなんですけど、はい、ほとんどが女性社員、で女性社員がですね、たくさんいらっしゃって、はい、皆さんですね、やっぱりこう働く女性といいますか、もうびっしりしっかり仕事もされますし、はい、それでいて皆さん綺麗な方が、お綺麗な方が、はい、多くてですね、まさにこうなんていうんでしょうね、憧れの働ける女性といいますか、働く女性のイメージ像にぴったりの方々がたくさんいらっしゃったんですね。なので、あ、よしと、はい、この方々を、社員の皆さんをインフルエンサーにしましょうということでご提案しました。あ、なるほど。はい。お綺麗な方たちがたくさんいらっしゃる。お綺麗な方たちがこれだけね、素晴らしい方々がいるので、この社員の皆様が SNS 上で人気になれば、はい、自社の製品、化粧品をアピールできると。で、社外のインフルエンサーに頼むよりも、はい、社内にそういったね、インフルエンサーがいた方が、はい、必ずですね、商品の PR には役立ちますということを、はい、お伝えして、そしたらじゃあやりましょうと。社員全員とですね、やりましょうということになりまして、で、実際にその時やったのは、インスタグラムでどうやって人気になるかということを、社員の女性の方々皆さんにお話しさせていただきました。なるほど。はい。そしたらですね、やはりもう化粧品会社でそういうね、美と健康であるとか、そういったデザイン性のところにですね、いつもこう頭を使っている皆さんなので、どん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 こう人気になっていきまして、はい。なかなかですね、インスタグラムで例えば 5,000 フォロワーとか、すごいですよ、1万フォロワーってね、いらっしゃらないんですけど、はい、はい、その普通の社員さんたちの中で、そういう1万フォロワーを持ってる人とか、すごい、はい、もう 8,000 フォロワー、9,000 フォロワーという方々がですね、いっぱい出てきたんですね。はい、はい、それでですね、そうするとですね、やはりその社員の皆さんの SNS でファンがどん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 増えていって、で、自社の製品なんですけど、はい、この製品はこういう思い入れがあって、こういう人のために、こういうふうに役に立つ、そう思って作りました。ということでですね、社員の方々なんで、はい、なので自社の製品についてきちんと伝えられるんですね。あー、確かにそうですよね。はい、どうしてもね、外部のインフルエンサーさんにするとちょっとね、はい、その内容が、曲がってしまったり、ちょっと伝えたいことと違うことが起こってしまったりってすることはどうしてもね起きてしまうんですけど、社内の人はもうどうやって生まれたかっていうのをしっかり分かってるので。なるほどね。はい、それでですね、アピールができたという形になりました。はい。そしたらですね、はい、やはりもちろんそこからですね、はい、販売できたのももちろんなんですけど、一つ目はですね、社員の皆さんのモチベーションが上がりました。あ、そうなんですか。はい、私たちが、はい、やはり自分たちが見られているんだと、自分たちが認められているんだと、はい、いうことで、まあもっとねより自社のことが好きになったと言いますか、好きに楽しくなったというのもありますし、そこでもう一つご提案したのが。今までかけていた外にかけていた広告費を社内のスタッフの皆さんに、はい、還元してくださいと。つまりもし自分の SNS から商品が販売することができたら、はい、その社員の皆様に給料を上げてあげてくださいと、ボーナスを上げてあげてくださいと。そうすることで、まあ、今までね広告費を、外に出すんじゃなくて社内の人たちがみんな給料が上がりながら自分たちの製品ももっと売れるというね、まあ、いい循環が生まれますということで、はい、まさにそれをしたらですね、もう本当にまたさらに、社員の皆さんやる気になりまして、はい、どんどんアピールしていってそうですよね、ファンが増えていって、はい、で結果的にですね、まあ、化粧品の定期購入というものがやっぱり肝になるんですけど。定期購入をしてくれる人がどんどん増えていったんですね。なので、まあそういう意味ではですね、本当にこう社内にインフルエンサーを作るっていうのは、これはもうアメリカとか、はい、他の海外ではだんだんこうもう一般的になってきてるんですけど、もう一般的になってるんですね。はい、日本ではですねまだ。まあ積極的にやってる会社さんは少ないんですね。はい、あ、そうなんですね。はい、これだけねインスタグラムが皆さん流行ってるのに、そうなんですね。どちらかというとやっぱりこう SNS で情報が出ちゃうと危ないからというような、まあちょっとね。あ、なるほど、そういう意味合いもありますかね。はい、そういったね、まあ考え方がこう多い中ですね。いや逆にこれはチャンスだと。はい、どんどんね情報を発信する媒体として、はい、使っていこうというね、はい、そういった社内インフルエンサーという施策がですねうまくいった事例でした。いやーすごいねいろいろなこう広告費をたくさんかけて、でさらにこう、ね、売り上げを伸ばすために、知ってもらうためにどういうことをしていくのかっていうのを、ね、人の力でこれだけ変わってくるんだなというのがすごく強く印象を受けましたね。きっとこれからですね、社員の皆さんが広告塔として情報発信をする、それが当たり前になるようなですね、世の中どんどん広まってくると思います、日本の中でも。いやー楽しみですね。はい、はい、皆様もねぜひSNS とか見るときちょっとねチェックとかしちゃうかもしれませんね。はい、ぜひですね、はい、参考になればと思います。ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。以上、こんなところにサクセスの種のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。今お聞きの番組ファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りいたしておりますので、ぜひ皆さん次回もお聞きいただきますようお願いいたします。矢戸部さんからも一言お願いいたします。はい、今日も楽しんで、お話しさせていただきました。ありがとうございます。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部敦と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。